どうもーブログ編集長のベガです毎日コメントありがとうございますえー、本日のテーマもですね、世界は一つに繋つがっていくっていうことですが、まあ本日はですね、まあ世界を一つに繋つげていくビットコインの価格がですね、まあ史上最高年を記録したっていうことで、まあほ、 あの本命はですね、まあ、リップルなんですが、まあ、そのですね、まあ、今後のですね、まあ、長期的な相場展望と、まあ、短期的にあの仮想通貨のリップルがですね、まあ、この年末年始非常に上がる可能性が高いよっていうことでですね、まあ、動画の方をさ、えー、作成させていただきたいというふうに思いますまずはですね昨日の <laughs> … まあ、ビットコインの、えっ、ー、と、これ、週足なんですけど、2万ドルを超えてですね、本当に、えっ、ー、と、2万4000ドルですか。<laughs> まあ、日本円にしたらですね、まあ、昨夜、はい、この動画を作成してるのはですね、 えー、2020年の12月18日の午前中なんですけど、まあ、深夜ですね、まあ、240万突破して、245万だったから <laughs>、えー。本当に長かったですね。私はね、あのー、ずっとね、ビットコインの相場を追いかけてるんですけど、まあ、本当に、あの、人生と同じように、これがですね、まあ、2017年のバブルですね。で、こっからですね、もう、私もですね、人生の絶頂を味わった、その、2017年のバブルからですね、<laughs> こ,こから滑り台を落ちるようにね、どん底に突き落とされて、 いくんですけどまあそこでもね耐えて耐えて耐え抜いてまあ2019年のその要するにまあ3月ぐらいからまあ上がってきたっていう感じですねまあそういうような感じで結構ねまああのー、ビットコインの <laughs> 相場の神様ですねまあ、えー、谷あり山ありっていうようにですねまあ相場っていうのはね あの人生と同じってていううこととを教えてくれたと思うしですね、まあ、本当にこういうようなそのまあどん底はあったからこそここで諦めなかったからこそ今絶頂があるんだっていうふうに思ってますはいまあねあのこれはね最も重要ですよ <laughs> 結構ねテクニカルのことをうんうっていうよりは要するにここでも要するに長期的視点でやはり未来を見据えて頑張っていたって っていうのはね、絶対に覚えておいてくださいね。ここがめちゃめちゃ重要です。どん底の時でも、要するに歯をくしばって、要するにここはそこだっていうふうに思って、長期的なこう、あの、ビットコインのことを考えていたからこそですね、今、まあ結構上がってきてるって、まあ、まだね、あの、頂点はまだまだ向こうだというふうに思ってるんですけど、まああの、3年前ね、あの、ット通貨バブルは、 あの、千年に一度の大、あの、大チャンスだっていうふうに、私メールマガで申し上げてたんですけど、その言葉はですね、まあ本当だということをね、まあ証明つつしつつあるような状況にあります。まああの、最近ですね、ちょっとあ、あの、入ってきた方もですね、まあ、テレワークで、はい、まあ、やってるけど、最近投資が気になってるとか、まあそういう方もですね、今申し上げたことはですね、まあ長期的な視点とか、まあ苦しいと、まあコツコツ頑張るとか、そういうのはね、あの、一番重要なんで、 そ,その辺のね、あの、マインドが、要するに欠落してたら、まあ、どんな、ね、ことを教えてもね、<laughs> あの、無駄になりますので、あの、そこはね、あの、重要なことだというふうに思っていただければと思います。で、その上ですね、あの、まあ、今、ビットコインの価格が、まあ、こういうふうにして、まあ、上がっていると。まあ、あの、まあ、4時間して、まあ、バブルみたいな感じになっているということですが、まあ、今後、今後ので,ですね、あの、長期視点で、 まあ、最近ですね、結構まあテレワークでやってるけど、最近ビットコイン、あ今ですね、ビットコインの価格が上がり始めたと。で、気に、気になってると。で、テレビとかネットとか、いろんなとこで報道され始めてきたっていう人は、結局、星が気になってるけど、結局何をしていいかわからないとか。 どうやってお金を増やしていいかわからないっていう方が多いと思うので、まあ、あの、まずね、あの、長期支援として必ず抑えていってほしいのはですね、まず一番最も重要なですね、はい、あの、金融相場で何が起こってるか、これ、俯瞰っていうのは、あの、ビジネスとかを通して最も重要で、最も視野を広げて、要するに、 眺めるってことです、ね。ええー、まあ、そういう眺めるっていう視点では、グローバルに考えることが重要なので、まあ、地球儀のね、あの、画像を、ここに貼り,貼り付けてと思いますので、まずこういうふうにして、まあち、ちょ、チャートとかじゃ、あのー、眺めるのも重要ですが、大きくね、あのー、俯瞰するってことは重要なんで、まあ、そこをね、まず押さえていただけると思います。 で、最も、今ね、あの、長期視点として最も重要なのです昨日もですね、東京都のコロナの感染者数とか、まあ、その、もう、激増したっていうニュースが流れてきたじゃないですか。で、まあ、全国的にもコロナが感染してる、まあ、世界的にもね、えー、まあ、地球儀貼っとくんですけど、まあ、長期視点で言えばですね、 これは最も重要で、まあですね、コロナの影響で、はい、まあリアルマネーからデジタルマネーに、どん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 そのお金の流れが移ってるってこと。まあそれはね、あの、はい、まあデジタル通貨が、あの、要するにコロナの影響で、まあテレワークがどん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 普及したというので、まあオンライン需要がどん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 高まってるっていうことですね。まあその結果ですね、 まあ、ね、デジタル上のそのお金のやりとりも増えたし、で、副業でですね、まあ、オンラインで、あのー、金融投資を始めたいっていう人も、私はですね、4月から、あの、追ってるんですよ。こね、あの、4月のね、あの、緊急事態宣言発令後もですね、実はそういう流れって、この時はですね、4月のあの、緊急事態あの宣言発令後もですね、まあ、世界的にこう、テレワークが普及したでしょ。その時にですね、まあ、日本のですけど、FX、 業者のですね、講座、口座のですね、新規解説がですね、激増したっていうのがある。まあ、それだけですね、まあ、テレワークとか、まあ、オンラインからですね、まあ、副業とか、まあ、そういうのでですね、オンライン情報が高まって、それでですね、金融投資で儲けたいなっていう人が多い。で、私はですね、メルマガでで,ですね、まあ、FX に今、お金流れてるけど、ずーっと待っとけば、まあ、 前も申し上げたんですけど、まあそういう人たちのほとんどはですね、儲けられれば、まあ手段は何でもいいっていうふうに思ってるので、まあいつかね、こう、必ず、要するにビットコインとかリップルみたいな、要するに次世代の、要するに、あの、マネーですよね、そこにお金が流れてる。 るっっててていいうにうに申しし上上げたたわけでででですすすよメルマガでねね、まあ、その予感がです、ね、まさに的中したってことですで結局そういうような感じで結局今ねあのリアル世界からですねどん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 ,どんそのえ、あのー、オンライン上にお金が流れてきて要するにビットコインとかリップルの需要が高まってるってことでまあ今はね結構こういうようにそのあのビットコインの価格が上がってますとか、まあ、リップルの価格が上がってますあ,ありますよね結局そこで言えばですね結構日経平均とか、まあ、あのニューヨークダウとかそんなに上がってないわけですよ、まあ、その ですね、結局その流れが今来てるのかなっていうふうに思ってます要するに株式とかまあ為替とか先物市場まあビットコインとかまあそういうリップルデジタルマネーの方がねあのー、どん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 そのお金が入ってくるのは確実なんでまあそこねあのー、重要だしでまあ本日はですねまあ2020年の12月18日なんですけど本日のちょっと今朝のね日経新 NBC でもねあのビットコインの価格はですねもうこれだけ上がったでしょこれだけ上がったんで あの特集が組まれてだけ cnbc をごあの見てる人はですね。 低がですね、高齢者が多いんですよ。まあ、その老後の資金どうしようかとか、まあ、そういうようなことを考えている。まあ、高齢者の方が多いんですよ。そういう方でもですね、結局、ビットコインの価格が要するに上がっているってことで、ビットコインの価格。まあ、普段はあまり興味ない。そのリスク商品として扱われているビットコインとか、要するにリップルに興味を持つ可能性が非常に増えてきたってことです。まあまあまあ、あのー、先ほども申し上げましたが、まあ、そういうその日経とか、まあ、そういう見てる人、の大半はですね、まあ、儲け。ら。れ。ば。何でも。い っていうふうに思ってるっていうことがありますので要するにビットコインとか、まあ、リップルのその値動きが気になるような感じですよ対してその日経とかほとんど動いてないでしょ <laughs> なのでまあその為替もそうだし動いてないんで要するにこういうその値動きはものすごい気になるわけですよそういうよういよな 圧倒的にそのののの大多数の人の心情ってていうのをまず抑えていただけばでですねまああのー、情報ビジネス業界のもその大物であるですね、まあ、泉忠さんっていう方はですねまあ昨年ですね2019年の、えー、と秋ぐらいのセ,セミナーでまあ2020年以降ですねビットコイン価格は1000万円これをですねまあ超えてくるみたいな。 感じの予測を行っていて、今ね、<laughs> まさに1000万円に向かうような途中です。まあ、ただですね、今ね、あの、結局、要するに、ちょっとネット記事を見ただけでもですね、3000万円とか、そういうような、その、記事が横行してるじゃないですか。それはね、あの、見てる人の需要に合わせて、そういうような感じで、圧倒的に、 大多数の人のその需要に応える感じで3000万というような感じで記事が書かれてるんで、ここらで、要するにコインベースの社長もですね、今ちょっと記事を見たんですけど、ちょっと注意喚起流しているように暴落の危険性が非常にありますので、まあそういう感じで、その短期的にはちょっと暴落をね、あの警戒していただければと思います。まあ長期的に考えれば、あの、ビットコイン、特にですね、リップルです。まああの、リップルに関しては、本当に、ビットコイン以上に、今はね、あの、結局、なんか、リップルの、あの、 上昇は目立ちましたね。えー、まあ、こういう感じで。<laughs> なので、まあまあ、これがね、あのー、年末にかけてさらに、あのー、上昇するっていうね、あのここ今4時間、4時間足ありますよね。米ドルで。なんでですね、そのリップルがあの上昇するかっていうの、ね、理由に関して、年末年始、これは短期視点です。短期視点なんで、結構外れる可能性があるので、その辺はね、ご了承いただきたいというふうに思うんですけど、これからですね、こう、例えば今ね、あの12月18日なんですけど、 ビットコイン投資か、ま、ああの、仮想通貨気になってる方は非常に多いと思うんです。まあテレ、今ね、あの、テレワークやってるけど、ま、あオンライン上でこう、今ね、あの、ビットコインの,その価格が最高値を指したっていうので、全部、なんか、 一日あたりなんか、なんか10%とか上がってるとか、まあそういうので、ね、ものすごい気になってる方が多いと思うんですけど、リップルに関しては、結構ね、私としてはですね、年末年始上がる可能性が非常に高いのではないかなっていうふうに思います。その理由を最たる例とあ、一番の例として挙げられるのは、まずはですね、まあ、クリスマスと、要するに、まあ、えー、正月ですね。はい。まあこれが大きいと思います。まあメリークリスマスハッピーニューイヤーっていうことで、まあ、あの、良い、あの、要するに、 クリスマスマと良い正月を迎えるために今です、ね、まあ1週間前なんですけどあリップルに仕込んでその前にあのクリスマスと正月前にその理覚してまあそこで要するに美味しいそのクリスマスケーキを買ったりまあ美味しいねあのおせちを買ったりっていうことでまあそういう流れがあると思うんです。 まあ、そういうのはね、結構、3年前も全く一緒だったということで、はい。まあ、あの、メリークリスマスハッピーニューアーっていうこともあります。でですね、まあ、ここで結構、そうですね、あの、まあ、結構、こういうような状況なんですけど、もう一つですね、リップルが、こう、ビットコイン投資とか、まあ、そういうリップル投資に、特にリップルなんか投資あるのね、日本人が多いわけ。まあ、韓国人とか中国人もありますけど、日本人も多い。で、ね、結局、まあ、中国人だろうが、その、要するに韓国人だろうが、その、 価格の上昇にに煽られてて要するに飛びつくっいいう人が多いんでなので、その、なんでね、こう、上昇するのかっていう、その理由はですね、年末年始、ギャンブルしませんか <laughs> え、競馬だったら、有馬記念ね、まあ、協とか、もう、オートレースとか、競輪とか、宝くじとか、いっぱいあるじゃないですか。まあ、それだけですね、年末年始っていうのはね、まあ、パチンコもそうですけど、あの、ギャンブル需要ってものすごい高まるんですよ。で、前もですね、あの、私申し上げたようにですね、 あのき、あの、相場にいる人のほとんどはですね、あの、<laughs> 金融投資のことをギャンブルと勘違いしてるっていう人が多いんですよ。まあそういう人がね、多くてですね、まあ年末年始、あの3年前もそうだったまあ年末年始のその人勝負っていうのにですね、リップルっていうのはね、あのビットコインは要するに今240万ぐらいだから結構難しいけどね。 リップルだったらら今60円ぐらいでしょで結局そ,そこだったら、まあ1000とか1万かけて、要するに一勝負できるわけじゃないですか <laughs>。まあそういうような感じで、要するに競馬の有馬記念とか、まあ競艇とかオートレース、競輪、宝くじと同じようにですね、まあリップル投資で、要するに一勝負かけて楽しみたいっていう人が多いわけですよ。多いっていうか、まあ3年前のその値動きの状況。まあ、それにですね、まあ例えばそのパチンコとか、まあそういう、あまあそういう公営競技、公営競技とか宝くじだったら、 まあ、いつでもできるわけじゃないですけど、リップルってのは、まあ、買いやすい価格だし、で、24時間365日、要するに、そば空いてるでしょまあ、そういうような感じで、まあ、いつでもね、その年末年始の空いた時間に、勝負したい、短期的にはこう、儲けたいっていう、バチンコとか、要するに、そういう、あの、要するに、アニマ記念とか、まあ、そういうオートレースと同じように考えてる人が非常に多い。だから、要するに、えー、2017年の後半ぐらい、もう、リップルがものすごい上がって、で、1月、2018年の1月4日にですね、読売新聞の、要するに、 えー、長官でですね、まあ、リップルの特集が組まれたときに、ね、最高値を記録して、そこからですね、<laughs> 暴落して2年半以上下落トレンドが続いたっていうことなんですけど、まあそういうような感じで、要するに今のトレンドはですね、あのー、リップルのトレンドはですね、2017年、ビットコインの価格がですね、240万を突破したときと同じだし、今も、あのー、要するにビットコインの価格 が史上最高値の万超えました勝負っていうような短期の、あの、相場予想になるんですけど、要するに、ビットコインの価格は240万超えたでしょそしたらです、リップルの価格もですね、この2018年の1月4日の400円に限りなく近づくんじゃないかっていう年末年始にかけて、そういうようなその予測もできるわけですよ。相場の動き自体が結構同じような動きしてるので、そ,そ,そうですね。だから、えっと、これが、 こういうよういよな感じでででバブルで要するにこここ下がったこれも同じようにバブルで要するにビットコインが下がったら要するにビ同じようにそのリップルも <laughs> ここがものすごい上がったけど下がるみたいなさら <laughs> に上がってそのリップルっていうのはその上がりだしたらもう きりない部分あるので、まあ、そういうような感じは、まあ、ちょうどね、あの、これは結構短期的な、こう、視点なんで、あの、張るっていうのを前提でいただきたいし、まあ、そのリスクはね、必ず自己責任でやっていただきたい。まあ、リスクは自分で、あの、ここらでね、まあ、あの、ギャンブルとして、もしそのリップルのことを捉えるのであれば、まあ、その、要するに年末年始、大きく、その、上がる可能性が高いですよね。まあ、まあ、そういうような感じじゃなくても、週足とか、まあ、で言えばですね、まあ、必ず上がってるわけで。 はい、まあまあこういうような感じでまあまあえっ、ー、と例えば2020年ぐらいからもずーっと上がってるわけですよ。<laughs> まあ下がってずーっと前も申し上げたんですけど必ず上が,り上がりますので、まあ、その辺はね安心してコツ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 その例えばバブルでそのリップルが上がった時もですねその後暴落して要するにリップルの価格が下がった時もですねまあ コツ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 、その、積み立て投資のようにですね、まあ、リップの投資を行っていただければ、安定して、その上昇の幅を得られるっていうのを前に申し上げたんですけど、まあ、そういうような感じで、あ今日ね、あの、いろいろ、その、長期視点とか、まあ、他勤視点、言ったんですけど、最も重要なことは、あの、言葉っていうのはね、自分の都合のいい時だけ動きません。必ず、要するに、こういう時があるってことですね。<laughs> まあ、今、バブルでものすごい絶頂の方が多いと思うんですよね。そういう時は、結構ね、 そのもう天井付近の価格である可能性が高いんですけど、まあそこからね、要するに滑り台のようにね、あの突き落とされた、崖から突き落とされたとしても絶対諦めない。そしたら必ず要するに上昇が得られる。これはもうビットコインだろう、イーサリアムだろうなんだろうが一緒です。まあ金融市場全般として昔から比べて、要するに価値がもうゼロになったとか、そういうまあいい加減な、その要するに 金融商品以外全体的に上がっているので、まあ、どの金融商品というよりも、まあ、この下がったときはね、その要するに自分で耐えられるのかと、まあ、そういうようなことですよね。これ、要するに都合のいいときだけ、要するにまあ苦しくても耐えるってことと、まあ、あの要するに都合のいいときだけ、要するに美味しい思いしようとしない。で、2つ目はですね、今コロナの影響で、要するにオンライン化、要するにどん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 オンライン化が進んでいてですね、まあ、デジタル 通貨へのですね、需要がものすごい高まってる。そしたらですね、まあ、例えば最初はですね、テレワコロナ、要するにテレワーク、コロナの影響でテレワークして、最初は FX 講座作ってたけど、今、ビットコインのとか、 リップルの価格気になって、要するに FX やってたけど、ビットコインとかリップルが上がってるから、そこからその引,きあの引き上げて、要するにビットコインとかリップルの投資を行ってる人が多いわけですよ。そういうような感じで、要するに、まあ,あ、他のその金融市場のマネーもね、例えば日経平均とかニューヨークダウン、その結構その上がらないっていうふうに見切りつけたら、一気にこう上がってるところにグワーって流れてくる可能性が高いので、世界のマネーがね。まあそういうような感じで、まあ、ほとんどの人はこう短期的なこう、ことを、 をかしか考えてないので、まあそういうような、いかにこう、まあ,あの4月の,その緊急事態宣言直後のね、の FX 口座が激増っていうとこから、あこの FX 口座にあの新規で口座解説して、今 FX やってる人は、に将来そのデジタルマネーに流れてくるぞっていうような、その相場全体の、要するにあの大多数の人の心情を読む、ね。それで先に仕掛けて仕掛けます。それだけでいいです <laughs>。そんなに難しくないと思うんですよ。 ええ、そんなに難しい。だから結局皆さんが戦う相手はまあそういう人たちなまあ、決して難しいとかそういうわけではありません。まあ私の動画ねあの他の,そのテクニカルの先生に比べてこう分かりやすくねこう相場のいる人を要するにあの,けんあの 解説してると思いますし、で,ですね。あの、まあ、私自身ね、は、まあ、そういう人たちを研究してるっていうのはあるので、なので、まあ、まあ、そういうような感じで、あのね、年末年始以降、<laughs> ま、リップルで、ま、勝負したい人は、ま、勝負していただいて、まあ、大きなボラを狙うっていうような年末年始になってくるのかなっていうふうに思います。まあ、今年がで、あの、これはですね、まあ、ちょっと、あの、トレードの、その年内、最後の動画になるかの、どうかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ、そういうような感じですね。まあ、えー、2 0 20年の12月18日、現在のですね、まあ、相場の状況とか、はいまあ、あの長期視点と短期視点、まあ、ほとんどあの間違ってないというふうに思いますし、まあ、最近の予想、私、ほとんど全部当た,当たってますので、まあ、その辺はね、あの自信を持って、あのただ、リップルの,その年末年始、まあ、大きく当たって400円狙うのは、これは勝負,、ね、勝負の世界になりますね。まあ、そういう、はいまあ、そういうような感じで、まあ、 今後もね、あの、長期的に、あの、ビットコイン投資、リプル投資を行っていただければと思います。最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。皆さんがですね、まあ、ネットで大金を稼いで、笑顔で過ごせる日を心からお待ちしています。でかでしたありがとうございました